ピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日はですね、GU で買った1500円のパジャマがめちゃくちゃ気持ちよくて気分がいいんですよ。だからなんだと、そう思ってる方いるかもしれません。僕もそう思います。それじゃあ今日のコース、トラストイズサブジェクティブ、カッコトロールと書いてますね。今のはもう無視してください。これを翻訳するとですね、主観的な信頼という意味になるんですよ。ということはですよ、このコースは罠っぽい方が罠、そして正解っぽい方が正解というコースになると思うんですよ。なんでだよまあコース名と全然つながってませんね。さあ早速やっていきますか。クリア率は 1.85%。 今日はどんな開幕ゴルシが来てくれるでしょうか。うわ、なんも来ない感じか今日。でもこれ絶対罠だよね。あ、一気アップか。じゃあこれも一気アップかな。あ、開幕鉄球。いやでもさ、このブロックの上気になんない。ちょっと登ってってみるね。なるほど、行き止まりか。じゃあこの3つ目のブロックちょっと叩いてみるね。これも鉄球なんじゃないのかな。犬だったね。そして帰っていきやがった故郷にさよなら犬。そしてこのハテナブロック叩きます。ボム兵が出てきたね。あ、ちょっと待って、それ壊したらまずいんじゃないの。上に行ってね右の土管に入るしかねえじゃんか。こっち絶対失敗っていうパターンだよね。待って、これ下に逃げよう。絶対なんか出してくるよあいつ。あっついやでもこのバブルを抜けた先に何があるか気になるよね。一旦バブル避けておいてみようか。バブル避けておいて早めに下に行こう。バブル出てこないでね。よしよしよし。そしてこの B スイッチを踏んだ瞬間右に逃げる。これが正解なんじゃないの。え、何もなんないね。こっち何。いやこっちで合ってんのかな。ちょっと素直に扉入ってってみる。ちょっと今魚出されたけど、魚じゃない、花出されたけど、こっちが正解っていうパターンなんじゃないのかな。どういうことですか。あ、わかったよ。これ最初の場所だよね。ボム兵を下に落として鍵を取れっていう感じかな。ただここでボム兵を出すのはいいんですが、この50個移動したすげえ気になるところなんですよ。どうせ落ちるじゃんとか思うでしょ。僕もそう思います。じゃあここでボム兵をこのブロックの下に、なるほど、ここで鍵が手に入れれてこの鍵ドアに入れるっていう感じか。うまいね、制作者やるじゃねえか。これさ、上行ってみようか。上が怪しいよね。頼む、花これ下から叩いてみる。そしたら村も跳ねるでしょ。一緒に跳ねますか。ナイスタイミング。これ縄跳びだったら世界新記録だよ。30回ぐらいはいけるね。あ、合ってた合ってた、これ合ってたよえ、こっちなんだろう。なんで。じゃあここはコインの通り信用してよかったね。多分コース名の通りだよ。信用していいんだよ何もかも。そんでここはどうする。ここ右に行くのが正解なんじゃないの。ね、こっちが正解っぽくない。そんで右上のあのブロックを壊す。さっきの下毒沼でしょ。来ました、これが正規ルートだね。うわ、ここで一回、なるほど、ブラパに当たってあの鍵を取れっていう感じが。頼む、当たって、当たっ、けっ、へっ、へっ、へっやっぱ閉じ込められるよね。そんじゃあここはばいここはばいだね。すいません、博多弁が出てしまいましたね。一旦デカマリオになって上から鍵を取る。そうしなきゃ隠しブロックを叩いてしまうもんね。この状態でドアに入れる。よしよし、来ました。さあ次はどんな罠。何もしないでいいよ。熱いやつ、これで上に行ける。隠しブロック出ないでね、頼む、お願い。はっ、こっちは、はっ、くっそそんじゃこの鍵ドアに入ったら一番左の方で待機しておこうか。そしてブラパとこの鉄器を回避して右のガリガリから抜けて中間ポイントが取れるっていう感じでしょ。よしさあここはキノコを取って左か右か、ここは右信用していってみようか。こっちが正解でしょ。左上に罠っていう感じでしょ。今ちょっと噛みそうになりましたけど、ここはどういう感じですか。こっちはもう終わった感じですかね。どうすればいいの。この裏闘技場は何を、誰も来ないじゃねえか、こんなの、ね、これどうすればいいの。ガバですか、これは。身動き取れないんですけど、なんでやられたじゃあさ、ここキノコ取って左上でよかったんだよ。きっとこっちが正解だね。さあ進んでいきますか。なんかさっきと同じ、さっきと同じじゃねえか。ちょっとえ
繋がってんの？土管の色違ったからさっき赤色だったよね。同じ色の土管に出てくるっていうわけじゃないんかな。いや、そして右上にヒント書いてるね。赤い土管の隣にあるブロックを叩けっていう感じか。じゃあここで一旦キノコ取るじゃん。そしたら赤い土管の隣にブロックがあるんだね。これを叩けばいい。あ、なるほど。これで絶対次の場所に進めるんだよ。さあこの上か。うわ、この上生かしてよ。せめてなんか怪しいじゃんか、あそこなんか通路みたいなあるやんね。さあ赤い土管に入っていきましょう。ここは一旦ひっついてよ。この場に絶対なんか出てくるよ。でこのまま、いや、どうしよう。しゃがんでいくしかないよな、これで。なんでなんで土管があるの。もう鬼耐久じゃねえか。どういう鬼耐久。うわ、これ結構鬼畜だよ。だってさ、キノコ出してるもん。しかも血びれ攻撃もあるっていう感じか。なるほど、ここで一旦花ちゃんに当たればいいだけで、もう当たれるよ、すぐいけるよ。いや余裕すぎ。じゃあここで一旦しゃがむ、そして下ボタンを押さないで進むっていう感じだね。絶対これやってる。さあ進んでいきますか。この上の果てが怪しいね。一旦叩いてみる。はっ、いや逃げれるよ。なんでじゃあここはさ、一旦オンオフを変えておいて、でこの状態で鍵が取れる。そんで鍵の輪に入れっていう感じだね。絶対これでやってる。なんか鉄球も怪しかったんだけどね。どういう感じだろここは。邪魔くせ。待って、いる、いる、来ないで。犬これだから犬より猫派なんだよな。じゃあここは鍵扉に入ってすぐ右にダッシュしていくね。絶対それで合ってるよ。あの花が出てくるより早く行けっていう感じでしょ。そしてこれをかぶる。シャッキー行きましょう。これ完璧だったんじゃないの。絶対これかぶらなきゃいけない、そういう感じでしょ。はっ、これは鍵を壊してしまうパターンですかね。いや、ここで当たれば問題ないよね。当たります。そして鍵を手に入れます。ナイス。え、この針マジナイスじゃないの。この針がなかったら絶対やられてたよね。ナイス、針、針に助けられるなんてね。おかしいだろそれは。じゃあこのトゲゾウをかぶったまんま、あの鍵のブロック叩いてみようか。これで取れるのかな。取れるんだね。てっきり脱いでないと取れないと思ってた。どうなんだろうね、普通取れるのかな。じゃあここはどうしよう。10、30、50コインがあるね。絶対罠でしょこれ。何もしないで上に行ってみるね。これが正解、絶対そうだよ。さっきの罠、ほら来た。ナイス、中間ポイント。そしてここでオンすれば何か変わる。あー、もう変わんねえか。いや、そこは変わんの。じゃあここは何もしないでよかったね。いや、本当に本当に何もしないでいいのかな。じゃあ走って抜けます。これで抜けれる。よし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 。で、そこだじゃあここはあの鍵が罠だったんだね。このまま上に行けば鍵が手に入る、そういう感じでしょ。なるほど、ここに鍵を隠してあったのか。そして上にチョロプーが動き回ってますね。次はチョロプーステージからどうなんでしょう。チョロプーに気をつけていこうか。いや、まさかいきなりチョロプーが飛んでくるとか思わないよね。すぐジャンプして返します。ほい、で抜けていきます。これで合ってるじゃないの。これ絶対上が正解。蓋をこうすることしかできねえ。じゃあ次はチョロップを避けてすぐ右に行く。でこのスネークブロックどうしよう。使用しない方がいいと思うんだよな。多分ね、走ってジャンプすればいけると思うんだよ。こんな感じで本当にいけた。うわ、めっちゃ気になる。乗ったら乗ったね。次やられたら乗ってみますね。さあここ赤いドカン絶対なんか出てくるよ。あれ、さっきの場所に戻ってない。これこっちで合ってんのかな。上に戻る的な。いや違うね。ここでもう一回変わるの。あれ、マジで戻ってきてんだけど。ちょっと鉄球出してみる。鉄球出して、いや、やっぱ何も変わんないよね。この次何か違うステージが来るのかな。いや待って、どうしやいの、しびれてる。中間戻しじゃねえか。やめて、やめて。くっそ、あの野郎。こっからなんか違うパターンでしょきっと。もう一回同じ方法で行ってみようか。この上に行って、確か杭が落ちてきたよね。その杭が落ちてきて、またこの赤いのが入っててみるね。それが正解でしょきっと。
さきと一緒やんかはい、それじゃあ戻ってまいりました。この土管に入ったらクッパにしびれ攻撃を受けて動けなくなると思うんですよね。で、こっからどうするかなんだよな。あ、上でヒント返ってんじゃねえか。青リフトの下に土管がある。多分そこに行けばいいんだね。それじゃあ次はあの緑の土管入るじゃん。そしたらね、さっきと同じような場所に連れて行かれたと思うんだよね。この場所で土管に入る。そしたらゴールへの道が待っている。そうでしょ。熱い。これが正解だね、きっと。さあ進んでいきましょう。ちょっとめめった今大丈夫？この左怪しくない？こっちが正解なんじゃないの？いや違うか、あの左下にさブロッカーじゃん、あれ壊れると思うよね。こっちは何だろう。やった、ゴールじゃねえか。ちょっと待って、なんかされない、ここ大丈夫？ちょっとこれ開けてみる、めっちゃ気になるよね。いや、一見これは優しいんだよ制作者それじゃあムーンウォークでゴールしたいと思います。いきますよ、ヒゲムーンウォークゴール、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、へこみ渡りというこのコース。説明文にはね、大渡りって書いてるから、デコボコのあのボコのマークがあるじゃん、あれって大って読むのかな。ちょっとそこら辺わかんないんですけど、きっとこのコース一回地面から離れたら着地しないでゴールっていうコースだと思うんですよ。で、あのへこみがあるじゃん、あのへこみをどんどん壁キックしながらゴールまで目指すっていうコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86%、 めっちゃ難しいんじゃないかな。あ、やっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴールだね。じゃあまずね、気になってたことがあって、このコースどんだけ長いか先に見てもいいかな。いつゴールがあるんだろう。あ、結構早めにあるね。っていうことは最初含めたら3回壁キックを成功させればゴールできるっていう感じだね。いや、それが難しいんだろうな。それじゃあこっから本番開始だね、行ってきます。ちょっと待って待って、いや、マジで難しい。最初成功させるのすらなかなか難しいよ。うわ、やっとできた。これを3回連続しなきゃいけないのか。いや、初めの1回目はね、簡単にできると思うんだよね。こっからいや、できてねえやんかこれ長期戦になりそうだな。まず1回成功させたいね、頼む。あ、なに、入って、うにゃここが難しい。この一マスに綺麗に入って、なおかつ一番上で綺麗に壁キックを決めるという難しさ、これは鬼畜だね。一回成功するじゃん、そしたらもうその後はもうポンポン行った方がいいかもしんない。見てて、ほらほらほら、行けたでしょ。てるるてってて。ちょっと真面目にやろうかなと思います。最初に穴入るじゃん、落ち着いていこう。多分落ち着いたらいけるよこれ。ちょっと見ててね、こっからこう、ほら来たんじゃない、戻らないで悔しい。壁キック3回するだけだよ、それだけなのにこんなに難しいものですか。よし、あと1回ダダ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 、シュー。いや、でもね、一番最初は成功率高くなってきてるよ。こっからなんだよね、こっからが。よしよしよし、ダダダダダダダ、くっそー、もったいね、あと1回なんだよな。ここでこうすればいいだけなんだよね今失敗してたけど。いや、見て分かった通り、2回目から3回目がマジで難しいのよね。これでいけないから頼む、もう行っていいよね、頼む。いやどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。